紹介させていただきます。2010年に発売されまして大ヒットとなりました北斗無双、その人気シリーズ最新作がこの新北斗無双です。原作のストーリーを体験できる伝説編に多数のエピソードが追加されたほか、新しいプレイアブルキャラクターの登場など、原作のファンにもそしてソフトのファンにも待望の内容となっております。さあ、そして今年の東京ゲームショーですが、光栄テクモゲームス随時配信していきます。またステージに関するご質問なども受け付けておりますので、皆様の質問どしどし お待ちしております。ツイッターのアカウントはアルファベットの小文字で光栄テクモゲームスです。今ご覧の皆さんもよろしければこの機会にフォローをお願いいたします。さあ、それでは始めていきたいと思いますが、まずはじめに皆さんにこの新北斗無双の魅力をより詳しく知っていただくためにこの方をお呼びしたいと思います。新北斗無双小犬久志プロデューサーです。どうぞ拍手でお迎えください。はい、皆さんこんにちは、プロデューサーの小犬です。今日はよろしくお願いします。小犬さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。私もこのムキムキ状態で登場しました。はい、冗談で言ってたかと思ったんですけど、本気で来ましたよ。本気で来たんですね。はい、よろしくお願いします。見てください、すごい多くの方が集まってくれてますよ。もうブースに入りきらないぐらい多くの方がご覧いただいてます。ありがとうございます。さあ、私有も大人気の今回の新北斗無双なんですけれども、はい、本作の魅力を教えていただけますか。そうですね、はい、少し、新北斗の説明をさせていただきたいんですけれども、はい、その前に一度こちらの映像をご覧いただきたいなと思います。はい、お前たちに死を告げるため。どうやら昔のケンシロウではないようだね。今こそ蘇れ。俺の名はレイ、覚えておくれ。女と思って甘く見ないことね。激流を制するは制す。俺の名を言ってみろ。貴様の命はあと5秒。そんな5秒なんて。では今死ね。俺は帝王、貴様らとは全てが違う。俺は雲の従者だ。俺は美しい山の駆動。剣王恐怖の伝説は今より始まる。天に滅せい、ケンシロウ。宿命は新たなステージ。行こう、リン。はい、だった。剣との定め、危険。戦いの修羅しか生まぬ国がある。北斗龍拳の社地。今こそ北斗神拳の歴史は終焉する。北斗無双。貴様の剣などカホラも効かんわ。お前はもう死んでいる。何？ケンシロウ USB メモリーほか特製グッズ満載、トレジャーボックス同時発売。さて、大変迫力のある映像をご覧いただいて拍手が起こりましたが、作品について少し教えていただけますか。はい、はい、まずはですね、前作北斗無双はですね、北斗の拳と無双シリーズのコラボ作品として作られました。はい、おかげさまで国内60万本以上出荷という大ヒット作品となることができました。はい、で今作新北斗無双はですね、はい、前作触れられなかったラオウ編までの、エピソードも含んだ形と、はいはい、天帝編と修羅の国編までといった形で、はい、ストーリーを、まあ、北斗の拳の原作ほぼほぼ全部入れ込むことにしています。おお、これは原作ファンには嬉しいですね。そうですね、はい、
そのためですね、はい、当然必然的にプレイアブルキャラクター、はい、前作こんなキャラクターも使いたいというご要望とかもいろいろありましたので、はい、前作の倍以上は倍増しているプレイアブルキャラクターとなります。おキャラクターが増えたんですね。そうですね、はい、これは嬉しいですね。さあではどんどんお話伺っていきたいと思いますが、はい、まずエピソードの追加について詳しく教えていただけますか。そうですね、ちょっと、はい、パワポが違うのかなこれ。最初にエピソードのお話を、ねね、していただきたいと思います。はい、はい、そうですね、それでエピソードなんですけれども、はい、今作はですね、先ほども申し上げました通り、はい、ラオウ編、まあ、いわゆる、前作は第1話から、はい、ラオウを倒すまでといった形で入れさせていただいたんですけれども、うんうん、今作はですね、その後の、ストーリーになりますけれども、はい、天帝編と修羅の国編と、はい、言ったところまで、はい、入れ込んでいる形になります。なるほど。でそれに伴ってですね、はい、当然プレイアブルキャラクターも増えてきているわけですけれども、はい、今回TGS の方でも、はい、まあ、ジード来襲のところと、はい、修羅の国に渡ったところの、うんうん、デモ機を出していると思うんですけれども、はい、プレイアブルキャラクターまずですね、新しいエピソードとしては、はい、ファルコですね、はい、まあ、今日デモ機やっていただいた方は分かるかなと思うんですけれども、はい、あとですね、はい、なんとなく PV に出てたからこれも使えるんじゃないかっていうような予想はついたと思うんですけども、出てましたからね、シャチですね、はい、こちらの方も使えることができます、使うことができます。なるほど。あとは、はい、当然要望が非常に高かった前作、はい、ジューザーですね。あと、今出てます不動、シュー、ユダと、はい、いったところ前作 NPC だったキャラクターも今作は、使うことができると。かなり増えましたね、はい、かなり増やしてます、はい、でまだちょっと全部誰がまで使えるまでは、情報公開、止められているので言えないんですけれども、まあ、今後の情報公開に期待していただければなとは思っております。そうですね、はい、また新たなキャラクターが増えるかもしれない、ね、ということですね、はい、まだ増えます、はいはい、皆さん続報にご期待いただきたいと思います、はい、さあそしてアクション部分にも大きな改良がされたと聞きましたが、はい、前作はとにかく北斗の拳ってやっぱりこうリアルな重みというか、うん、一撃の重みというものを、はい、アクションとして表現したいというのがありまして、結構その、まあ、その対比としてなかなかちょっとアクションが重たかったという意見もありました、なるほど。で今回は、はい、北斗の拳はじゃあどこで表現するんだって、考えた時に、なるだけイベントとか、はい、まあ、今回漫画イベントみたいな手法で、はい、かなりのイベントの時間数を入れてるんですけれども、はい、そちらの方で北斗の IP、はい、北斗の拳自体は、うん、表現しようと、うん、でアクションに関しては、やはり無双とつくからにはそうです、ね、いかに爽快であるかということは今回追求しようということで、はい、まあ、これもプレイした方お分かりになったかと思うんですけども、はい、前作は30フレームで動かしてたんですけども、はい、今回は60フレームで動かしていると、はい、とともに、ビジュアルは落とさずに敵キャラも、はい、画面上にたくさん出るようにと、はい、いったところで開発メンバーで一度ですね、はい、まあ、結構今も頑張ってますけど頑張って、はい、今回、ここまで、無双らしくというところは出せたのかなと考えています。なるほど、はい、北斗の拳らしさそして無双らしさ両方実現できたということですね、はい、ストーリーは漫画イベント、はい、まあ、結構今回デモの方でも結構長く感じられた方いらっしゃると思うんですけども、はい、あれトータルで5時間以上入ってますので、ぜひぜひあれを見てですね、昔懐かしく、うん、漫画読んだなみたいなところを思い出してほしいなと思います。はい、そうですね、そのあたりも楽しんでいただきたいと思います。はい、さあでは今プロデューサーというね立場で小犬さんにお話伺ったんですが、はい、またプロデューサーの小犬さんとは違った立場からお話を伺いたい人たちがいるんですよね。そうですね、私ではできないことがありまして、はい、またということですね、違った面白さをねお話ししていただけるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、では小犬さんこちらにお越しいただきまして、早速スペシャルゲストの方を呼びしたいと思います。はい、お願いします。まずお一人目のスペシャルゲストはこちらの方です。わたお前はもう死んでいる。さあご登場いただきましょう。新北斗武装でケンシロウを演じていらっしゃいます小西克幸さんです。皆さん拍手でお迎えください。どうもこんにちは、よろしくお願いします。はい、小西さんよろしくお願いいたします。お願いします。七つの傷の男です。七つの傷。私の方はチャギです。私も七つの傷。来たらダメでしょう。すみません、裸になるよ。
いいんです、これ私のはスケルトンになってるだけですから、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、さあ、ではお二人目のスペシャルゲストをお呼びしましょう、はい、続いてはこちらの方です。ケイ、私も戦う。さあ、ご登場いただきましょう。新北斗無双でリンを演じていらっしゃいます伊藤かなえさんです。皆さん拍手でお迎えください。見ないであげて、見ないであげて。伊藤さん登場いただきました。いやいや、本当ありがとうございます。いやいやいや、ね、もうすごいですね。どうぞどうぞ、どうも真ん中の方で。ではお二人をお迎えして、また違った側面から楽しいお話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、では早速ですが、まずお二人それぞれに新北斗無双の出演のお話が来た時の感想を伺いたいと思うんですけれども、はい、まず小西さんいかがですか。そうですね、僕は、まあ、前の北斗無双があって、であれがラオウ編までで、で、まあ、全然、まだまだ北斗の拳っていうのは、ストーリー自体、はい、どんどん、まあ、あれで半分いってないぐらいじゃないですか。そうですね、ラオウ編って、はい、だからまだまだ先があるのにいつ出すんだよってずっと思ってて、小犬さんに会ったら言わなきゃと思ってたんですけど、なかなか会う機会がなくて、で、その割にはあれ、いろんな無双シリーズ作ってんなと思いながら北斗無双の次はいつだと思ってて、やっとかと思って。ありがとうございます、はい、すごく楽しかったです。ありがとうございます。なるほど、はい、ありがとうございます、はい。さあ、伊藤さん可愛いですね。Tシャツがもうすごい。今日の日のために鍛えてきました。はい、大丈夫ですか？事務所的にオッケーですか？事務所的には多分大丈夫ですかこれ？ギリギリ大丈夫だと思います。可愛いのでオッケーだと思いますが。大丈夫ですよね、大丈夫。ああ、かなえちゃんが大丈夫なら。皆さんそうですもんね。かなえちゃんが見ないでとかやんなければ大丈夫。それやっちゃダメだ。それやったらちょっと意味が変わってくるからな。喜んでますか？それはダメよ。伏せといてもらって、じゃあ。そうそうそう。すいません。ダメ、インターネットに出てるからもう。はい、ニュースで中継されてますからね。そうそうそう。報告しとけばいいんですか？もう無理だよ。もう全部出ちゃってますから。かなえちゃんどうですか？はい、新北斗無双の話を聞いた時。はい、出演をいただいた時の感想を、はい。そうですね、りんちゃん、最初そこまでリアル。したらね、お前よくやったなっていう感じですよね。最初信じてもらえなかったです。なるほど。嘘だと思われました。世代の方からしたらすごいことですもんね。多分お兄ちゃんくらいの世代の人は、はい、北斗の拳っていうのはすごいストライクで好きなんだよね。そうです、漫画も読んでます ね、うん、なるほど、ありがとうございます。さて、では続いて今回の収録の時の状況を教えていただきたいんですけど、お二人とも演じられたキャラクターに対する思い入れだったり、はい、